になります。前回ギリシャ途中まで行って切り上げてしまったんですけれども、クラシックがメインですよということでお話をしました。そしてクラシックの、仲間ぐらいまで話をしたんですけれども、残りあと10分というような時間でしたので、ちょっと、一番大事な話は半端になるといけないなと思ったので切り上げたっていうことなんですね。今日はそのクラシックの後半の部分の、メインの内容というか、その部分から入っていきたいと思います。クラシックの前半2つの彫刻を挙げました。クラシックの後半、右側ですね、ジュシンポスとクラクシテス、代表的な2人の、作家を挙げたわけです。このプニドスのアフロディテ、右側ですね、プニドスのアフロディテはギリシャ時代に作られた女性の裸の最初の彫刻です。ギリシャ彫刻っていうものは男性は裸で作られたんですけど、女性も裸で作られたんだろうつい頭の中では思ってしまいそうなんですが、ずっと長い間女性の裸の彫刻というものは作られてきませんでした。男性の裸は作られてきました。で、エジプト彫刻、この前ちょっとお見せした中にあったと思いますが、ピーツといいますか、肌の線が出てるんですけれども、薄い衣をまとっている状態で、細い線で、皮膚を表現されているわけですね。で、まあ、それがですね、ギリシャの方に渡ってからは2つのタイプになりましたが、共に皮膚をしっかりと身につけているわけですね。でずっとそれが当然のやり方として決められてきました。裸はダメよという約束事がありました。その約束事を打ち破って初めて女性のヌードを作ってしまったのがこのクラクシテスさんだったんですね。で、このプニドスのアフロディテ、プニドスのヴィーナスは首から上とか両腕がない、これは地中に埋もれてしまっている間に、壊れてしまったというものなんですね。最初はきちんと全部作ってあったはずなんですよ。こういう不完全な像をトルソって言いますけれども、ところでこの像はですね、アフロディテ、ヴィーナスですから神話をテーマにしているわけですね。テーマは神話なんですが、それではですね、このヴィーナスは何をしている姿として彫られたんでしょうかっていうことをちょっと考えてほしいんですね。このヴィーナスはどういう、構図っていうのもよく分かりませんけれども、何をしている姿として彫られたのか意味分かりますよね。円盤投げだったら円盤投げ、円盤を投げようとする一瞬をストップさせた、動きをストップさせた形としてやりましたよね、彫られていました。このトルソーはアフロディテは一体何をしている姿として彫られたのかということなんですけれども、なんとなく裸の像なんていうそんな作り方はしないと思うんですね。彫刻を作る際にはこういう仕草とかこういうポーズっていうことで必ず意味を持たせたポーズを彫らせると思いますけれども、このアフロディテの構図は何をしている構図なんでしょうかということですが、素晴らしい、ホテル帰ってます、今日は頑張ってね。さて、このトルソーは何をしている姿を彫ったと思いますか。これいや、分かんないです。分かんないですか。いかがですか。じゃあヒントを与えますね。はい、トルソだけじゃ分かりにくいでしょう。全部答
エロスっていう概念で呼ばれているもので、ね、紀元前4世紀から3世紀あたりということになっていますが、左側のヴィーナスは、これはですね、片方の膝、こちら側の膝を前に出してるでしょ。そして両腕をですね、胸と下腹部に当てて隠そうとしてる。それからですね、ちょっと前かがみになってる。膝出してちょっと前かがみになっているわけですけど、そしたら、この講座の五十嵐さんどうですか、どういう構図を表したものだと思います。はい、これですね、はい、いいです。これですね、女神なんですけど、女神が沐浴するために衣服を脱いだ時の姿だというふうに解釈されています。沐浴っていうのは日本ではね、よくわかりませんけど、水浴びと思っています。体を洗うかもしれないし、水に浸かるかもしれない。沐浴っていう言葉は何となくわかりますけど、お風呂に入るのとちょっと違うかもしれないんですけど、ちょっとよくわかんないですけど、そういうふうに水に浸かるために衣服を脱いだ時の姿とも言われているんですね。どうですか、そういう、そう言われて見てくるとですね、ちょっと覗かないでよっていう、どこ見てるよって言われたらありますけど、そういう強い調子じゃなくてですね、ちょっと覗かないでよっていう、そういう恥ずかしそうにあたりを見回してる、そんな感じがすると思うんですね。で、プラクシテレスのヴィーナス、こちらのものですね。ヴィーナスは腰の動きが逆です。こっちの動きとこっちの動きが逆なんですけれども、失われた腕は多分左の彫刻と同じような構図だろうって言われているんですよ。アフローチの左側の構図はですね、これボッティチェリーのヴィーナスの誕生は、この構図をそのまま用いたんだろうって言われていますけどね。ちょっと恥じらいを組んでるんですね。ギリシャ時代の男性の裸が堂々とした構図であるのに対して、ほとんどのギリシャ時代の女性のヌードが裸でいることへの恥じらいを含んでいるっていうことが分かるとですね、なんとなくこういう像を見た時の意地らしい感じがしていると思うわけですね。さて、今度はヘルメスを分析してみましょう。でプラクシテレスはギリシャ彫刻の頂点に位置する作家だと思うんですけど、ですね、彫刻家としてどこが素晴らしいのかというところを考えていきたいと思って、で左側、クラシック前期と、それからプラクシテレスはクラシックの後期ですけども、その違いはどこかについて、ポリクレートスの闇を持つ男と比較をしてみようと思うんですね。ちょっと誰かに載せてみましょうか。左側の闇を持つ男と右側のこのヘルメスとは一体どこが違うんだろう。例えば、紀元前5世紀の中頃と紀元前330年ですから、だいぶ時期が出てるんですけどね、表現そのものも変わってきています。どこが違っているのかということなんですが、これはまあやっぱり人生さんに聞いた方がいいですかね。どこが違うんでしょう。右の方があんまり筋肉質ではない。筋肉質ってない。筋肉質、ですね、はい、いいです、ありがとう。この見た目で言うと、最初に感じるのはですね、ポリクレイトスの像、闇の男はごつい感じがするからしますね。それからプラクシテレスの像は綺麗だと思います。もちろん仕上げ方の技術、作り方のテクニックというのも、これはプラクシテレスの数段上だと思いますけれども、進歩しているということが言えるのかな。それからですね、作り方から言うと、槍投げの方は、槍を持つ男の方はですね、人間が大理石を掘って
人間が石を掘って作った作り上げた彫刻だっていうふうに見えるんですけど、どうでしょう、ヘルメスはですね、右側のヘルメスは人間が掘って作り出したものっていうよりも赤ん坊が自然に生まれて育っていくっていうような、そんな感じのですね、人間が生まれて育っていくように初めからなんかそこにあったような、そんな感じしないですか。言い換えれば、ポリプレートス左側の方は彫刻の表面は石だなっていう感じです。大理石です、石だなっていう感じが見える。しかしヘルメスの方の彫刻の表面は石というよりも、むしろこれは人間の肌、石であることが感じられない、そんな気がしないでしょう。つまり大理石という材料が消え去って見えているのはヘルメスの姿そのものっていうような感じ。クラシック後期の彫刻は人間そっくり、実物そっくりな迫真的な手技、そういうものが少しも感じられない、人間の手技が感じられないっていうのは作者の存在が非常に薄いというふうに思えてしまう気がするんですね。まとめてみますとですね、今言ったことをまとめてみますと、この表面、彫刻の表面はまさに肌のように感じられる、石であることが感じられない、材料というその性質というものが消え去ってしまったように見えるということがあった。それから人間、そして実物にそっくりであるということが非常に迫真的でリアルであるということ、これが言えますよね。それから作者の手技が少しも感じられない、作者が見えてこないんですね。すごく楽に作っている、楽々作っているということです。まとめてみるとですね、人間が掘って作ったものとは思えないよっていう白物として見えないでしょうかっていうことですね。これと同じようなものが絵画にもありますけど、どんなもの、モナリザの、モナリザも同じようにリアルです。実物そっくりなんですね。そして作者の手技が全然感じられない、ラクラク作っている、とても人間が描いたものとは思えない、だから最高の名画と言われる様子があると思うんですね。それと同じようにヘルメスもとても人間ものじゃないよね、人が作ったものとは思えないよね、そういう凄さがある、そこが共通しているものかなと思うんですね。ところで話をちょっと変えましてですね、皆さんはこの自律的芸術っていう言葉聞いたことはないかもしれないんですね。しかし同じ言葉として芸術のための芸術っていう人はあるんですが、どこか聞いたことがあるんでしょう。どこかで聞いたことがあるんでしょう。これどういうことかというとですね、何らかの目的があって作られたものじゃなくって、より素晴らしい意図、より優れた芸術を作り出すことを目的とした芸術というものを指します。芸術のための芸術、自律的な芸術、ね、例えば、宗教のためとか教会のためとかですね、王様のため、裕福な貴族の依頼に合わせて作られたそういった作品じゃなくって、優れた芸術とか素晴らしい美の創造という目的、それ自身が目的である。芸術が芸術自身をコントロールしていってしまうこと、引っ張っていってしまうことを芸術的芸術とも呼んでいるんですけれども、例えばこのヘルメスの彫刻はですね、もちろん初めは誰かの依頼によって作られ始めた、制作され始めた、そういうものだと思いますけれども、しかしプラクシテルスは依頼者の要求レベル、もうこのぐらいで、言われたことが達したら、依頼者の要求レベルに達したときでも制作を終わらせなかった、よしもこれで仕上げることにしようと制作を終わらせなかったと思うんですよ。
暗くしてるさ、次第に依頼主の中間のことなんか忘れてしまって、もっともっと遥か彼方のヘルメスっていう神を表現するために、ヘルメスという神を表現する